始まります。よろしくお願いします。はい、今日も鳥越神社前のあずりスタジオからお届けいたします。こうやって外を見ますとですね、ほんの少しなんですけれども神社のイチョウがですね、少し色づいてきてまいります。まいりましたので、あと1ヶ月もするとですね、きっとすごく綺麗になるかなと思って見ております。はい、今日もですね、すごい素敵なゲストをお迎えしてお届けいたしますので楽しみにしててください。はい、こちらのスタジオはですね、はい、緊急車両の通行や台東区のアナウンスの音声が入りまして、時々お聞き苦しい点もございますが、日本一尖った放送局としての生放送を一緒にご体感いただけたらと思います。引き続きご贔屓にお願いいたします。はい、ということで、今日も素敵なゲストをお迎えしてますが、ハロウィンもね近づいてまいりました。今日も楽しく50分お届けいたしますのでよろしくお願いいたします。では今月の動画から、お届けしたいと思います。どうぞ。
ということで今日のゲストはもう本当スペシャルですね。テノールの土崎丈さんです。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今日はお忙しい中ありがとうございます。お招きありがとうございます。はい、私この間ね丈さんの舞台見に行ったんですけれども本当に素敵でした。はい、こんな風にね素敵にあの歌えるテノールさんが本当にいるんだなと思って、北里柴三郎の今度のオペラ、主役を歌っていただきますけれども本当に楽しみになりました。今日はよろしくお願いします。はい、まあ、こんなお忙しい時期に11月12月といったらね10月11月12月、忙しくて寝る暇ないぐらいだと思うんですけどここにいらしていただいても感謝申し上げます。はい、今日はあの後ろもいっぱいハロウィンの旗がですねお出迎えしておりますが季節ですね。はい、今日はそうですね、まあ、ジョーさんのですねもう生い立ちからあの今日はいっぱいお写真をですねご提出いただきましたのでもう次々お話をね伺いたいと思います。はい、もう最初の写真からいきたいと思います。はい、お願いいたします。はい、かわいいですね。1歳ぐらいの、ね、1歳、そうです。生まれはどちらですか？九州の大分県の、はい、南の方にある佐伯市っていうところ。大分県佐伯市。はい、あ、九州男子ですもんね。はい、もうこの眉毛が物語ってますがやんちゃな感じですね。そうですね、あの、うん、長男として生まれたので。あ、そうですか。はい、ご兄弟は下に2つ下の弟が、弟さん、はい、おります。男の兄弟2人ですか？そうなんです。それのお兄さんでいらっしゃいます。はい、そうです。はい、ということで佐伯市にお生まれになりました。はい、次行きますよ。はい、行きましょうか。次はこれはもう一気に飛んで、ね、はい、はい、あの中学校3年生、ね、中学校3年生、はい、野球少年だったんですか？そうなんです、あの小学校の時は剣道を、はい、やってたんですが、中学校に入ったらあの、はい、たまたまなんですがあの2年前に廃部になりましたって言われまして、剣道部がですね。あ、剣道部が廃部。はい、それで同じような棒を持つ野球部にお入りまして。なるほど。これはあの写真はあの中学校最後の試合、最後の打席ですね。かっこいいですね。いいえ、この絵であのセカンドゴロでゲームセットになりました。あ、そうなんですか。はい、あ、いやでも野球少年スポーツやってる方多いですよね。そうですね、やっぱり歌を歌うにはやっぱりまず体力、まず体力、健康ということで。そうですね、はい、割合あの少年時代あの、うん、少女時代はあの運動をやってたっていう人はあの割合は多いですね。はい、私も陸上部でした。そうでしたねはい、次行きましょうか。はい、あ、もうこれは音楽の世界へ、はい、あ、じゃないかな。それがですね、まだこれ中学校の卒業式なんです。卒業式。そうなんです。あの、僕クラス合唱を一切歌わせてもらえなかったんですね。なんでですか？クラス合唱を歌うと一人声が大きすぎて、大きい、あ、合唱にならないと。そうなんですか。はい、それでお前は指揮を振れと言われて、この時もあのそうなんです、全体合唱の指揮を僕が振って、じゃあもう普通に歌うと、もうその時から声が大きかった。そうなんです、合唱にならないと言われて、歌うんならバスを歌えって言われて、低いところ。そうですか。はい、ですからテノールの曲、この頃にやった曲はほとんど知らないですね。バスパートで今のジョーさんとは全然違う感じですね。そうですね。そうでしたか。はい、でも指揮をねやられるぐらいちょっとやっぱり音楽のことはよく分かってらして。いやいや、全然もう見よう見まねで。あ、本当ですか。すごい、もうこの頃からヒーローな感じですね。制服が可愛いですね。そうですね、はい、あのセーラー服と爪襟のねえ、はい、中学生って感じですね。はい、はい、次は、はい、あ、こうも高校になってから。あ、高校生。はい、この頃までメガネをかけてました。あ、そうですか。はい、メガネ男子でした。うーん、はい、お勉強のできる感じの。そんな感じです。これあの高校生クイズに行く、はい、途中なんですけど。高校生クイズ。はい、あの3人1組でチームを作って。あ、やってましたね、よくそういうの。はい、あの高校生クイズ九州大会が当時できたばっかりの、今ペイペイドームに名前変わってますから、福岡ドームで あったもんですから、あの同級生3人で組む、まあ、チームを作って行ってる最中の電車の中、うん、そうですか。クイズが好きだったんですか？強かった。なんかあの3人全然あの毛色の違う3人がたまたまあの仲が良かったので、うん、じゃあ3人でちょっと組んで挑戦しようかっていうことで、はい、あの応募したら当たった。ああ、応募して。はい、そうでした。やっぱり当たるの大変ですよね、ああいう番組ってね。やっぱりみんなあの日本中の高校生のね、うん、
っぱり憧れの場所でしたから。ですよね。懐かしいです、はい、そっか、その頃からジョーさん、はい、頭良かったんだ。いえいえ、もうあの雑多な雑多な知識が。いえいえ、次行きましょうか。はい、はい、これも高校生ですか。高校2年ですね。2年生、はい、これもまだこの頃までは全然あの運動の方が好きでしたので、あ、音楽よりもですね、音大へ、ね、行く準備じゃなくってまだ、はい、そうです、全然まだこの頃は、うん、はい、まだ海のものとも山のものともわからないです。あ、はい、これが運動会、そうです、体育祭ですね、はい、まだ未だに2人とも仲が良くて、あ、本当ですか、はい、今日見てくれてると嬉しいですね。そうですね、はい、ありがたいです。はい、高校生、次がこれがその頃同じぐらいなんですが、バンドをやってました。はい、はい、そうです、全然クラシックの歌はまだやってなくてですね、はい、あのバンドを組んで、多分この頃ミスチルとかが流行ってたので、はい、はい、そういう歌を歌ってたと思います。そうですか、ボーカル担当ですかね。そうです、たまたまあの高校に入ったら、うん、ボーカルのメンバーだけ、入試に落ちてしまったバンドが一組クラスにあってですね、はい、じゃあちょっと歌を歌ってくれないかっていうことで、はい、あの穴埋めに。大変だったんじゃないですか、人気で女子高生から。いや、全然ですね、はい、あの進学校だったので、あの音楽をやったとか言ったらもうみんなあのちょっとあの道を踏み外したみたいな、はい、扱いで、ちょっとあいつは受験勉強が嫌で逃げ出したっていうような、なるほど、はい、扱いを。進学校だとね、はい、やっぱりなかなか音楽行くっていうと勉強ができてないんか、ね、ないから行くんじゃないかみたいに ね、はい、ね、思われるんですよね。逃避みたいな感じで思われてました、うん、はい、ありがとうございます、はい、そして次がこれがあの歌を始めるきっかけになったコンクールなんです、高校2年の秋だったんですが、はい、高校1年生の終わりにその音楽の先生から勧められて、うん、君はその芸大に行かないかって言われてですね、でその半年後にこのコンクールを受けたら、まあ、たまたまこう進んでしまって本選まで進んでしまって、すごいですね。だからこれがなかったらひょっとしたらあの今頃歌はやってなかったっていう、ある意味きっかけになったステージ。そうですか、歌人生の第一歩、ね、踏み出しちゃったところですね、はい。ちなみにこう歌い手さんにならなかったら何になってたと思います、はい、あの教員になってました、多分。あ、そかそか、はい、あのその頃は九州大学に行ってですね、うんうん、あの教育心理学とかやりたいなと思ってたので。そうですか、はい、お父様が教育関係でしたっけ。そうです、父も母もですね、小学校の、はい、そうですか、教員でしたので。じゃあやっぱり先生になる感じになったかもしれないですね。そうですね、なんか身近にそういう、うん、あのまあ、モデルがいたので、なんとなくその方向をこう考えてた時期でしたね。あ、でもこれがきっかけになって歌い手の道へ、はい、道へ、なんとなくこれでいけるんじゃないかと勘違いをしてしまった。いやいや、勘違い、全然勘違いじゃないですそういうステージでした。はい、ありがとうございます、はい、そして次が、でもそこから先はもうこうやって、あ、もう音楽、はい、うん、当時ついてた先生はあの高校の音楽の先生だったんですが、はい、あのその頃はもう剣道部に戻ってたんですね。高校に入ったら剣道部がまたあったので、じゃあ剣道部に入ってたら剣道は喉に悪いからやめなさいと言われまして、で合唱部に入ったらレッスン代を安くすると言われました。そういう交換条件ですか、はい、それがあの条件で入りまして、この時にはだいぶもうあのテノールパートを歌ってた覚えです。ああ、そうですね、はい、そうですか。まあでも剣道は確かに誇りっぽいですかね、はい、それもありますし、そうですね、中学校まではあの、うん、剣道は月、喉を狙う月が禁止なんですね。高校に入ると月が解禁になるんです。あ、そうするとそこで喉を潰してしまうこの竹刀が、うん、はい、入ってしまって、でそれよりも多分心配されてのあの、なるほど、おすすめだったんだろうなと思います。はい、それで合唱の方へ。そうですね、合唱もやりながら、うん、まあ、ほぼ読書を歌ってるという、やっとクラシックの歌をあの本格的に学び始めたと。ね、その頃の録音とか聞いてみたいですね、はい、軽い声でしたそうですよね、はい、きっと綺麗なテノールだったんだろうなと思いますね。はい、そして次はこれはですね、はい、人生初めての、人生初めてでもないんですが、挫折をしまして、はい、あの大学に、まあ、芸大にですね落ちたんですね。
最初の受験、はい、そうなんです。現役で受けた時は落ちまして、うん、でまあそりゃそうなんですね。ピアノも家になければ、はあ、そういう準備が全くできないまんま受けに行ったわけで、はい、実技はもちろん進んだんですが、まあ、最終的にはこういうピアノだったり、他のものもね全部できないと入れないんですよね、はい、音楽理論だったりそういうところでやっぱり足りなくてですね、で1年間地元で大学浪人をしまして、その頃、はい、働いてたコンビニエンスストアアルバイト、はい、オープンしたところですか。そうです、オープニングスタッフで、当時時給が560円おー、はい、で途中で10円上がったんです。10円、でなんで上がったんですかって聞いたら、はい、最低時給が上がったからって言われました。最低時給で働いてたんです。最低時給で働いてたんです。そうですか、はい、今やっと1000円に上がったんですかね、時代的にね。東京はね、そうですよね、東京はか、はい、九州はまだはい、物価に連動してます。そうかそうか、はい、ギリギリ1000円多分まだ届いてないのかなぐらいだと。ああ、そう、はい、そうなんですね。じゃあちょっと苦労した時代ですね。そうですね、でも楽しかったですね、とても。うん、はい、でも苦労ってね、なんか勝手でもしろって言うけど、はい、思い出に残ってるんじゃないですか、はい、いろいろね、ね、あとなんかベースの力になってるっていう部分がね、はい、やっぱりこう一度挫折したっていう思いがあると、うん、まあ、謙虚になれるというか、うん、はい、よかったですね。そうですね、いい経験をさせてもらいました。1年間です、ね、そうですね、はい、私もいっぱい挫折の連続なのではい、はい、そして次がで、やっと入れました。よかったです、おめでとうございます。スタッフの皆さんもですね、ガラスの向こうから皆さん拍手してくださっていた、はい、ありがとうございます。ここから上野に7年間も通うことになりましてですね。7年間、そうです、学部が4年で、ああそっか、その後修士が3年で、はい、そうかそうか、7年間、はい、上野の校舎ですね。いっぱい勉強されたんですね。いや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 、もう7年間じっくりそれまでね、音楽的な基礎知識がなかったものを、ああでもすごいですよね、それで入っちゃうっていう、ね、で入ってからやっぱり苦労しろということかなと思って、あ、はい、頑張った、まあ、芸大はやっぱり難しいですしね。いや、そういうメンバーが 全国からは入ってきますから、そうですね、学年60人、ね、女性も含めていましたから、そこで勉強できたことはすごく大きかったですよね。大きかったですね。ね、はい、感謝感謝の7年間ということで。そうでした、はい、で次がこれが初めてソロで本番があった時ですね。ソロの時何を歌われたんですか。当時は割合普通は大学入る受験生ぐらいの人たちはみんなこうイタリア歌曲ですね、うん、そうですね、イタリア語の歌曲を歌ったりするんですが、僕は全然そういうのルートを踏まなくてですね。そうですか、最初から、はい、ドイツ語の歌を歌ったり。じゃあドイツ系の先生ですか。受験の時はそうでした。あ、そうなんですか。で大学に入ったら今度フランス歌曲の先生でしたので、フランス語の歌を習ったり、なのであんまりこうまだイタリア歌曲とかをやってなかった頃の、はい、細いですね細いですね当時多分60キロぐらいだったと思います。わ、細いですね。はい、うん、でも最初からねきっと声を持ってらっしゃったんですよね。もう剣道と野球で鍛えた、剣道と野球で鍛えた、はい、声がですね、はい、はい、思い出の写真です ね、 ですね。次はこれは成人式、これかっこいいですね。成人式の前撮りの多分写真です、ね、あ、はい、地元で撮られたんですか。そうです、うん、多分先ほどの時に親にちょっと写真でも撮ってきてって言われて、あ、うん、っていうのは成人式の時にはもう住民票を東京の方に移してましたので。そうでしたか、はい、地元の成人式には呼ばれなかったんですね。でしたので写真だけ撮っといてって言われて、なるほど、写真だけ送ってって、はい、ね、はい、親とするとね、やっぱり成人式を、うん、残しておきたい残しておきたいと。なかなかこういう記念写真ってね、自分じゃ撮りに行かないから。そうですね、はい、親に呼ばれないと撮りに行かないんですよね、はい、確かに、はい、よかったですね、撮っといて、はい、今こうやってね披露できてよかったな。そうです、本当にね素敵なお写真ありがとうございます、はい、そして次がこれが、そう、歌が好きだった祖母とですね、おばあちゃんがお好きだったんですか。まあ、残念ながら12年前に亡くなりましてですね。そうですか、はい、ただ田舎の方に帰ると、ああ、あんたのばあちゃんは歌が好きやったけんなというふうによく言われて、あ、そんなに有名なぐらい歌が好きだったんですね、はい、です、まあ、大分県の別
府市に女学校が昔あったらしいです、はい、まあ、戦前の話なんですが、で女学校にあの田舎からあの授業あの下宿をして、うん、通ってたらしいですね、うちの祖母、はい、ただあの田舎の方で珍しく一人娘だったんです。当時兄弟がたくさんいる家が多い中で一人娘だったので、まあ、家を継がなきゃいけない養子を取って、なので泣く泣くそういう、こう音楽の道を諦めたっていう話を聞いてですね、だから僕が歌の道に進むってなった時にはとても喜んでくれました。喜ばれたでしょうね。本当にですね、よくね歌の話をしました。そうですよね、はい、おばあちゃんもきっとこの辺にいますよ今ね、嬉しいですね。ねえ、ずっと見守ってくださってるんじゃないですかね。はい、ありがたいです。はい、そしてその次が初めてねイギリスに、はい、あ、イギリスですか最初。はい、語学留学に、ね、行きました。語学留学、はい、4週間のですね語学留学に、あの行かせていただいて、行かせていただいてというか、まあ、全部バイト代で行ったんですけど。お、すごいですね隣に移ってる友達がですね、はい、バイト先で知り合った中央大学の工学部に行ってた友達なんですが、そうですか、彼のお姉さんが向こうであの国際結婚してて、あ、はい、語学学校をあの旦那さんが開くので、あ、そうなんですか、モニターに来てくれと言われて、いいですね、4週間行ってきました。ということは英語の語学研修、そうですね、はい、うん、イギリスは、でも私はイギリス一度ね、はい、語学研修行きたいと思ってるぐらい。あ、そうなんですね、やっぱりブリティッシュイングリッシュは綺麗ですよね、元祖英語っていう、ね、すごく、はいはい、私はアメリカンよりもブリティッシュの方が好きだったりしてですね、そのうち行きたいなと思ってるんですが、はいはい、初めてこう海外に行った、そうでしたか、はい、時でやっぱりこう視野が広がったなというふうに思うきっかけでしたね。この海なんかいいですね、はい、ターナーの絵みたいで島に行ったんですよ島、はい、アイルブマンっていうマン島という島があって、あの6月にバイクレースがあることで有名な島なんですが、そうなんですか、はい、それ以外の時期は本当に閑散としていてですね、あのそういうこう閑散期に行ったので、なんでもうちょっと早く来なかったのって言われましたそうなんですね、みんなバイクレースを見に来るのにって。そうですか、また行かれるといいですね。ですね、行きたいですね、はい、そして次のお写真が当時スキー部でした。スキー部、今度スキー部、はい、芸大スキー部でした。あ、やっぱりもう体を動かすこと大好きなんですね。そうなんですよ、はい、いいですね。そうです、あの本当にスキー部はですねほぼ建築家なんです、うん、そうなんですか、はい、なんでだろう、建築のメンバーがずっと受け継いできてる部活みたいな。あ、じゃあ歌い手さんも少ない。歌い手は1人か2人ぐらいでした。あ、そうですか、はい、ですからあの、まあ、スキー部で集まるとほぼみんな建築家みたいなじゃあ歌なんか歌ってないっていう、ジョーさんだけ歌歌ってるっていう、はい、そうなんですね、だから演奏会シーズンとかこっちは行けないので。ああ、そうですよね、はい、それを外れたちょっと時期だけ参加して、これ合宿の時ですかね。うーん、後ろもすごいいい景色ですね。そうですね、爽快ですよね、スキーね、はい、やっぱり、ね、季節感があっていいですね。ただやっぱり本当に歌い手さんとしてね、やっぱりテノール歌手としてこんだけ活躍されてると、はい、もうスキーに行く時期って、はい、で一番忙しい時期になる、まさにね、10、11、12、23、はい、とすごい忙しい時期に入りますと、はい、行かれる時期ないでしょ、はい、もうこれがだから学部の3年生ぐらいで最後でした。最後でした、はい、ね、その後行かれなくなっちゃうんですよ ね、はい、ね、骨折とかね、あのそれもできないですし、はい、そうですよね、はい、ありがとうございます。貴重な写真ですね。そうです、はい、そして次がこれ初めて、そう、学内でオペラをに出演した時ですね、はい、あの真ん中の右ぐらい、中央右ぐらいにこう紺色のね、うん、衣装を着てるんですが、はい、初めてオペラ一本を歌ったという時、はい、これは演目は何だ、フィガロの結果、フィガロの結果、はい、のバジリオ役という、ね、音楽教師の役なんです、はい、ただ演出がちょっと凝ってて、伯爵様のことが大好きなゲイの音楽教師っていう、ゲイの音楽教師、ゲイのっていうのがつくんですね。そうです、そうです、なのでちょっとアイシャドウを塗って、多分次のね写真で、あ、次の写真ですか、あ、真ん中にね、それでお化粧してるんですね。そうなんです、ちょっとね女の子っぽい、あれこれは何の役だろうと、アイシャドウね、あのブルーの入れてですね、ね、似合ってたりなんかして、はいはい、この今下に写ってるのが伯爵役のね同級生なんですけど、あ、そうですか、はい、この彼のことが大好きな、
音楽教師という役で設定で、ね、オペラもねやっぱりあのフィガロぐらいになると王道ですけれども、はいあのね、同じものやってちゃつまらないということ で、ね、演出家の先生がね、はい、いろいろ工夫して、ね、やられるんですよ ね、 その度歌い手さんはいろいろなことをやらなきゃいけなくなるわけですけどでもとてもいい経験で、そうですか、ゲームをやっちゃったっていう感じですかね。はい、そして次が、あ、これがこの大学院に入ってからですね、はい、これが多分大学院の修士の、ね、1年生の時の、この頃は歌に悩んでました。あ、そうなんですか。はい、どうしてですか。大学院にはストレートでこう、ね、入ったもののですね、はい、やっぱりこう足りてないものが歌えないっていうことがですね、ものすごいあからさまになってですね。あ、そう。はい、この頃の録音を聞くとですね、ずっと音程が低かったりしてました。こだわりが強すぎたり、こだわりが強すぎて悩みがやっぱり深すぎてですね。なるほど。音がこう全然こういかない、乗ってかない。この頃はもう本当に悩みに悩んでいた頃です、ね、こう精神的なものってもう声にすぐ出るんですよね、はい、これが多分普通のピアノ家とかバイオリンと違うね楽器が鳴らないっていう状態なんですよね。心身ともにやっぱりこうすっきりしない時期だったと思います、ね、あんまり真面目すぎちゃダメなんてことですね。そうですね、はい、なんかこう自分に期待しすぎると良くないなというのが多分この時期だったんじゃないかな。なるほど。確かにこうね、エリートで来る ところね、ところで順調に行き過ぎると良くないんだろうなと、ね、一気に来る時もありますけど、はい、そうですね、まあ、今それを思いっきりバッとこう払拭して乗り越えられたジョーさんがおります悩まれてた時なんですね。そうですね、うまくいかなかったな時期ですね。それもまたでも、ね、振り返るといい思い出かもしれないですね、はい、あの頃があったから今があるって思えればそうですね、そうですね、いいかなと今は思いますね、はい、そして次はもう乗り越えた後ですね。そうですね、はい、これがそう、今度は大学院でオペラ1本やった時の、はい、あの時なんですが、これは何のオペラ。これはウィンザーの陽気な女房です。はいはいはい、でニコライという割合こうマイナーな作曲家のオペラなんですけども、うん、舞台を明治時代の日本に移したっていう設定、でそういう演出でですね、なるほど、あのやらせてもらっただけです。面白いですね。そうですね、指揮者が真ん中に映ってるハンス・マルティン・シュナイトというドイツ人の方だったんですが、うん、彼が細かく振ってですね、はい、苦労した覚えがあります。あ、そう、オペラはね本当にあの指揮者が見えなかったりする時もありますし ね、 そうですね、はい、ありがとうございます。そして次が、あ、これはそうですね、はい、あの大学院の3年の修士の3年の頃だったと思います、はい、学内でオーディションがあってですね、うん、そこで選ばれると、芸大のそのソリストは、台東区の大工、うん、台東区のあの合唱団がやる大工と、それから当時この三越の大工といって、はい、あの日本橋三越のですね、うん、1階ロビー吹き抜けのところでこうやって歌わせていただく。そうなんですね、はい、響きますでしょう。そうなんです、すごい響きますよね。ライオンの像があったりとかしてね。台東区ここです ね、 ね、そうです、台東区はね、まさにここのエリアですね、はい、ね、地元密着の多分そういうね企画だったんだろうなと思いながら、そうですね、はい、参加させていただいたね、え、でも響いたでしょうね、はい、初めて大工ソロを歌った頃ですね。あ、ま、でも大工ソロのテノールは大変でしょう。そうですね、集中力と、ね、すごい高い声も、ね、一点突破というか、ね、はい、私も大工、ね、歌わせていただきましたけど、アルトとバリトンはそうでもないんですよね、うんうんうん、バリトンは、ね、割合こうローローとよく歌える流れがありますけど、はい、もうテノールは大変、瞬間芸ですね。本当にテノールの大工は大変でございます、はい、でそして次が、はい、あ、これはこれがですね、もう一気に飛んで2000、これが9年の、あ、新国立劇場のオペラですね。前の年の2008年に新国立劇場を初めて出させていただいてですね、うん、はい、その時もあの山田耕作作曲の黒船というオペラだった、うん、ですが、はい、その黒船のオペラに、まあ、出たきっかけもやっぱり台東区だったんです。台東区主催の総楽堂日本歌曲コンクールというコンクールが、はい、日本歌曲のコンクールがありまして、はいはい、それに2006年に出させていただいてですね、はい、そこで1位をいただいたことがきっかけで、あの新国立劇場の方にあの日本の
オペラが上演されるので出てくださいという話もいただきまして。そうでしたか。まあ、日本歌曲コンクール小学堂のね、はい、由緒正しいコンクールなわけですけど、そこでねやっぱり1位を取られるってすごいことなんです。で、特にやっぱりテノールで1位を取るっていうのはいろんなコンクールでなかなかないそうです。ね、やっぱりソプラノがね、圧倒的多くて、まあ、バリトンも多いんですけど、なかなかテノールが、ね、コンクールで1位を取るっていうのはよほど上手くないと取れないもんでございます。おめでとうございます。初めての、いや素晴らしいですね。初めてのコンクールだったもんです。あ、そうなんですか。右も左も、はい、分からないまんま。じゃあそのいっぱい受けとけばよかったですね。全部そうな目で1位になってたと思います。しばらく台東区を歩いてるとですね、あら、テレビで見た人って言われました。あ、そうですよね。っていうのはケーブルテレビでですね、再放送1年間そのコンクールの模様をですね流していただいてた関係で、なんか台東区のその時期はですねちょっと知名度をいただいてたみたい。そうですか、はい。じゃあ今日もちょっと歩いて浅草橋に歩くまで声がかかるかもしれない。今日はこの放送のおかげで、あ、またねたくさんの人に見ていただけると嬉しいですね。はい。そして次が、これは2009年初めて海外で、これは韓国、韓国ですか。はい、韓国のソウルでオペラに、オペラマテキですね。マテキに出させていただいて。そうです。ちょっとベルベットな感じで。そうですね、いいですね。この時にやっぱり海外で歌ったことでやっぱり海外に目が向いた、うん、きっかけになりましたね。はい、すごいインターナショナルなプロダクションで、アメリカから、それから中国、韓国から南米からも多分ね来られてたと思います。で、日本人も一人で。そうですか、はい。で、韓国の歌い手さんってすごいでしょ。強いですね。なんか強い、はい、強いです。強いです。そう、強いっていう感じの歌なんですよね。はいはいはい。で、演出家はメトロポリタン、ニューヨークから来た方だったんですが、そうですか、はい、演出助手は韓国人の方だったんですね。で、その方がアドバイスをくれるには、どうしてこう目線がうろうろするんだ、キョロキョロするんだと、あ、韓国人の歌手を見てごらんと、うーん、彼らは目線を絶対に動かさないっていうんですね。それが自信にも見えるし、なるほど、強さにも現れると、うんうん、たとえ自信がなかったとしてもまっすぐ見ようっていう話をですね、なるほど、されて、それもやっぱり一理あるなと。なるほど、はい、こちらは演技のつもりでこうやってたんだけれども、うん、それがかえって自信なさげに映るかもと思わされたきっかけでしたね。あ、でもいろんな勉強っていうかね、その一言一言がとっても嬉しいですね。プラスになってますね。そういうふうに言っていただけるっていうこと自体が、はい、やっぱり伸びてほしいっていう言葉なんですよね。そうですね、できると思って言ってくださってると、うん、そうそうそう、この後ね、活躍してほしいと思う人には、はい、演出家の先生は言うんですよね。そうですね、はい、この人ダメだなと思うと言わないですよね。諦めが、諦められちゃうっていうね。そういう世界でございます。はい、では次行きましょうか。はい、はい、あ、これはで、それを受けて、2010年ですね、これは留学を、はい、ウィーンに留学をしました。はい、あ、ウィーン、いいですね。いいとこですね。はい、オーストリアの、ね、首都のウィーンなんですが、これはちょっと南にあるアイゼナっていう。アイゼナ。そこはハイドンという、ね、作曲家が活躍をしたところなんですが、はい、うんうん、書いてあるのはですね、私の言葉は全世界に通じるって書いてるんですね。これハイドンの言葉なんです。要するに私が作った音楽は全世界で、うん、通じる一つの言語なんだということをですね、書いて、名言として残してあるんですね。それがやっぱりすごく感銘を受けた言葉でしたね。うーん、素晴らしい作曲家ですよね。日焼けしてますね。めちゃめちゃ日焼けしてます。はい、ありがとうございます。留学されて次のお写真は、はい、これはどちらなんだろう。これはウィーンですね。あ、これはまたかっこいいですね。そうです、これウィーンの市役所の、これ市役所、そうなんです、回廊の一部なんですが、市役所が、ね、背景になってこんなかっこよくなっちゃうっていうのすごいですよね。プロフィール写真をですね、ね、はい、現地のカメラマンに撮ってもらおうと。ああ、はい、バッチリですね。素敵すぎる、はい、この時に高熱があってですね、え、実はそうなんです。風邪ひいちゃったんですか。はい、はあ、多分37度8分ぐらい多分あったんです。あ、この日しかないっていうので、うん、撮影していただいて、はい、無理やり撮りましたが、ゲリラ撮影でした。あ、本当ですか。許可、許可なしの、うん、はい、素晴らしい、もう絵になりますよね、立ってるだけで、さすがです。で、次が、
はい、初めてそうです。ヨーロッパでオペラに出た時の、うん、はい、一枚ですね、はい、ワーグナーのオペラでパルジファル。あーワーグナー、はい、音楽祭のね、はい、あの一コマなんですが、あのチロル地方といっていわゆるあのアルプスの麓にあたる地域なんですが、うん、あのチロルもいろいろあって、スイスチロルもあれば、うん、ね、アルプスの少女ハイジもあれば、はい、イタリアの、まあ、あのアルプスの裾野もあれば、オーストリアの裾野もある、うん、 そうですね、でそういう地域でよくあの音楽祭が夏の時期はですね、はい、開かれてまして、初めて、現地のヨーロッパのオペラに参加した時、ね、まあ、様になってますよね、しっかり。嬉しいですね。テノールの人って座ってても美しいし、立ってても美しいんですね。はい、これがテノールのやっぱりね、オペラ歌手はすごいなと思います。いい経験ね、させていただきました。はい、そして次がこれ翌年なんですね、はい、やっぱり同じ音楽祭なんですが、うん、最初の年は1演目だけだったんですが、うん、この年は4演目、あ、忙しかったですね、はい、これはローエングリンというオペラの中の1幕なんですが、ワグナーついてます、そうです、ワグナーばっかりやる音楽祭です。そうですか、そうなんです、向こうの方ワグナーお好きですしね。そうですね、やっぱり詰めかけますね、うん、熱心なあのコアなお客様が、そうです、コアなお客様がね、はい、バス7台とかでですね、この田舎にですね、うん、観客が乗りつけるんですね。そうですか、公園ごとに本当にあの盛んだなと思う地域でしたね。パルジファルもね、いいオペラですけど ね、日本にはなかなかね難しい、はい、でね、なかなかね、監督でやることはないですけどね、そうそう、はい、はい、そして次は何でしょうか。そうです、これイタリアですね。あ、イタリア、はい、コンサートですかね。コンサート形式のオペラ。あ、そうですか、はい、うん、2012年は、そうです、ヴェルディとワーグナーの記念する年だったんですね、うん、あ、はい、こで生誕多分200年だと思うんですが、はい、うん、それで、そういうあのヴェルディとかワーグナーの作品がたくさん演奏されてですね、うん、もうイタリアの北部の、音楽祭なんですが、はい、演奏会形式で、この時の映像がいまだにあの YouTube でも見られたりとか、ね、本当ですか、はい、じゃあぜひ皆さん見てください。はい、はい、あの DVD もあって、あ、はい、発売されてる、発売されてまして、そうですか、ぜひぜひ見ていただきたいと思います。そして次がこれドイツ、ドイツですね、はい、の2012年なんですが、はい、ノイエ・シュティンメというですね、はい、あの若者の登竜門と言われるあのコンクールがあるんですが、その後にコンクールの後にコンクール出身者を集めてマスターコース、こういう勉強会みたいなんですね、はい、マスターコースをやる機会があって、はい、そこにはなぜかあのテノールが足りないから来てくれって言われて、ね、コンクール出身者じゃないのにですね、やっぱりテノール足りないんですね、はい、そうなんです、呼ばれていって、みんな20代で僕だけ30代って、ね、あ、そうなんですか。後ろ2台ピアノになってますね。そうです、右側と左側と、ね、2台ピアノでオケをやってるっていうんですかね。そうなんです、左側のねピアニストさんはもうボローニャではもう知らない人はいらない、いないっていうぐらいの優秀なコレペディピアニストなんですね、はい、いい経験ですよね。いい経験でした、素晴らしい。はい、そして次がこれ2019年、かなり、はい、あ、近くなってきましたね。そうです、はい、コロナ直前ですね。あ、本当ですね、はい、ウィーンのコンセルトハウスっていうところでオーストリアと日本の就航150周年を記念する演奏会がありまして、そこに呼ばれていて、日本とそれからオーストリアと、両方のねソリストでモーツァルトのレクイエムを、モーツレクですか、はい、それで皆さん黒のね、はい、着てますね。久しぶりのですね、6年ぶりの、あのヨーロッパでしたので、はい、やっぱりこれが空気が違うんですよ ね、 ヨーロッパだなっていうふうに思った覚えがありますね。はい、ありがとうございます。そして次が、あ、バイク、ゾウさん、はい、バイクが大好きなんですよね。そうですね、20歳からバイクに乗り始めましてですね、はい、もう25年ぐらいになりますが、やっぱこうストレス発散というか、そうですね、やっぱりバイクに運転してる時にはこう頭の中はこう空っぽというか運転に集中してるので、やっぱり一人になれる瞬間が作れるっていう意味では、うん、バイクがとても気分転換に、うん、男の人はねやっぱり一人になる時間がすごい大事だとね、聞いておりますが、はい、
いや、私女ですけど、やっぱり一人の時間大好きですので。大事ですね。はい、男性はもっとなんだろうなと思いますね。交通事故にだけ気をつけていただいて。よく言われます。代わりがいない役をこの後やっていただきますので。はい、よろしくお願いいたします。そして次が、馬も最近そうですお好きなようで。はい、もう5年になるんですが。5年になりますか。そうなんです。馬に乗るとですね、馬ってこう一頭一頭がね、もちろん性格も違うし、うん、コンディションも違って、また同じ馬でも乗るたんびに変わるんですね。それがやっぱりこう得難いなと思ってですね。言葉のないコミュニケーションありますよね。本当に自分がそのコントロールしてるんじゃないんだと、うん、馬に乗せてもらってるんだと思えばですね、うまく乗れないのはそう自分のせいじゃない、自分のせいじゃないって言い方は変なんですが、そう、馬に気持ちよく乗っけてもらえてないからだと思えるとですね、やっぱりとてもいい、毎回乗るたんびにいい、なんかこう、なんか積み重ねがですねあって、やっぱりこれも得難い経験だな。そうですね、相手が生き物なだけにね、自分の状態もまたその日によって違うから、はい、 そうですね、それが相手に伝わっちゃってたりするんですよね。はい、まさにそうですね。はい、 いや、いいです ね、はい、ありがとうございます。そして次が、これは最近のあれですかね。そうですね、これ活動写真。はい、2020年、はい、コロナの最初の年で大変な思いをして作り上げた、これは大分県の先ほど僕の生まれた佐伯市というところに新しくホールができたんですね。あ、そうなんですか。はい、そのこけら落としの演奏会を、プロデュースした時の。そうですか。はい、プロデュースした時の。大変でした。大変でしたでしょう。コロナの基準に合わせてですね、その都度その都度いろんなその中身も変えなきゃいけない。それから観客どうするかとかですね、そのいわゆる歌うだけじゃない、いろんなものをですね考えながら本番を迎えなきゃいけなかったという、はい、そういうこう作る側のですね苦労も知った、そういう機会機会でしたね。そうですか。まあ、デュエットするにもね、手つないじゃいけないとか、はい、1.5 メートル離れなさいとかいろいろありましたよね。合唱 NG っていう、ね、合唱 NG、 もう舞台のね、もう際の際までマスクしてなきゃいけないし、はい、大変な時期でしたね。はい、ありがとうございます。でもうまくいって成功、はいね、大成功、良かったです。はい、喜んでいただきました。何よりでございます。はい、おめでとうございました。はい、そして次が、はい、近年の、うん、活動なんですが、これは先日、まさに先週なんです。はい、やったばっかりですね。はい、そうなんです。と昨年からオペラ超ハイライトシリーズというですね、うん、オペラシティ初台にありますオペラシティのビルの2階ロビーを使ってですね、オペラを、まあ、大抵ね2時間以上ないし5時間かかるものもあるんですが、うん、それをですね25分、25分の尺に収めてですね、お届けするというですね、オペラ超ハイライトシリーズというのを、それは超ですね、はい、出演企画演出をさせていただいておりまして。そうですか、はい、大変大変。第7弾を無事に先週末終えたところで、第7弾、はい、じゃあもう7本やってるんですね。そうなんです。ああ、そうですか。夜な夜なオペラをカットしながらですね。そうですね。はい、ここは使える、ここはちょっと泣く泣く削るとかですね。25分はなかなか大変ですね。そうなんです。立ち見なんですよ。要するにロビーコンサートですので。ね、ですからそれ以上長いとちょっと立ち止まって見てもらうのは大変ということで、はい、1日2公演やらせていただいております。そうですか。これも非常にいい、ね、今までの経験を生かした、内容になってます。そうですね、はい、またこの後も続けてください。これはお隣の荒川区、はい、はい、大工ですね。そうです、2017年からその荒川の、区民大工のですね、合唱指導、合唱式をさせていただいております。はい、あ、そうですか。これもやっぱりコロナを挟んで、はい、合唱団は大変でしたでしょう。やっと今年本格的に復活を果たしたと。はい、そういう演奏会で、やっぱり合唱をですね、いかにこうステージを作っていくかっていうのは、やっぱり本番の日だけじゃなくてこう積み重ねなんですよね。いかにこういい練習を重ねて本番を迎えられるかっていうところでして、それにお手伝いをさせていただくというのもやっぱり僕の
今までの経験を生かした仕事になってるかなと思います。そうですね、きっとそうなってくるんだと思いますね、この後もね。はい、はい、ありがとうございます。そして次が、あの昨年から大学でも教え始めましてですね、はいはい、松戸にあります聖徳大学というところで、今年はあの週に2コマ、うん、はい、日本歌曲とイタリア歌曲を、まあ、授業を、ね、担当しております。うん、それまでもあの大学にあの勤めることはあったんですが、授業担当としては今回初めてのことで、はい、毎週あの授業がある前の晩にですね、しっかり翌日の準備をして、学生に接するということをですね、昨年から、はい、スタートしました。そうですか、はい、私も通いたいぐらいですけど、ダメですね、基礎外部はね女子大ですので、女子大さん、はい、ぜひいらっしゃい、入り直したいぐらいです、はい、ありがとうございます。そして次が、はい、これはオペラ体験してみないとですね、はいはい、これも活動の一つなんですが、うん、子どもたちの発想によってで、あの新しいオペラを生み出そうというのが究極 の、 あのいいですね、最終目標なんですね、はい、これはもうセリフから、それから曲から含めて、それから動きも含めて、その大人が思い描くオペラではなく、子どもたち目線から出てくる、オペラというものをですね、あの最終的には作っていこうという活動を、これも2018年19年からですね、そうですか、スタートしておりまして、楽しみですね、どんなのが出来上がってくるか、はい、そうなんですね。え、今年はこちらは本屋で、本屋西東京ですね、はい、西東京市で、はい、5年計画の1年目といって、そうなんですか、はい、じゃあ5年後が楽しみですね。そうですね、はい、そして次が、あ、黒船、これ見せていただきました、はい、ねえ、本当に素晴らしい歌で、はい、はい、月曜日でしたけど、日曜日も本番で、その前もオペラの稽古で、そうです、すごいなと思います。連日ですね、連日テノールさんのね、本当売れっ子さんは大変なスケジュールをこなされてます。はい、これもまたね、この後オペラになっていくかなっていうところですね。はい、これもやっぱり創作、新作のオペラですので、ね、はい、最終的には楽しみにしております。どんな形になるのか。そうですね。ね、はい、ありがとうございます。そして、同じくですね、はい、新作オペラが続きますね。新作オペラが続きます。これは、はい、作曲家のフォーレの、はい、役を演じます。フォーレの役、はい、作曲家。そうです。ピアノを弾くシーンがないといいなと思いながら毎回臨んでおります。そうなんですね。確かに作曲家ピアノ弾くシーンがあるかわからないですね、はい、はい、楽しみにしております。はい、そしていよいよ、いよいよトンネルの夢出てきました。出てきました。はい、あの北里と柴三郎さんをの、はい、一生をですね、生涯をあのオペラにした作品でございます。脚本私が書かせていただいておりますけれども、今まで30公演続いております人道の桜が非常に好評を博しまして、第2作目のトンネルの夢を迎えております。この間から稽古がね、合唱団の稽古が始まりました。で、主役の北田と柴三郎役をやっていただくのが辻崎亮さんでございます。はい、もう私これ脚本を書くって決めた時にもう頭の中に城さんしか浮かばなくてですね。で、これは辻崎城さんでやるべきっていうのがもう天からこう降ってきてて、だから城さんをね主役にして、私が脚本を書いても出来上がった時に城さんがやだよって言われたら困るなと思って、でわざわざね城さんに、はい、すいませんちょっとお話があるんですがと言ってズームで、はい、はい、お話をさせていただきたのが3年前ですかね。そうです、はい、それでやっと実現の方向に向けて今スタートしたところでございます。もう素晴らしい作曲家も含めですね、演出家、そして主演と、あと共演のメンバーもものすごいメンバーが揃いました。素晴らしいメンバーはね、相当、はい、ぜひ皆さんお越しください。来年の6月でございます。はい、ということでざっとジョーさんのね、駆け足 で、 はい、駆け足で写真をねちょっと欲張ってご紹介しすぎてしまいました。いやいやいや、ありがとうございます、はい、貴重なお写真いっぱい出していただいてね、またこれ2週間後にね YouTube で見られますので、ぜひ繰り返し見ていただけたらななんて思います。はい、じゃあ私の方のねアナウンスはちょっとこの後、あ、ジョーさんの、そうだ、はい、大丈夫ですよ、動画、大丈夫ですよ、動画があるんですよ、ぜひご案内を、ぜひぜひジョーさんの動画、はい。
を消してですね、そうレオンカバッロという、レオンカバッロ、はい、作曲家のオペラ、ベリズモですもんね、テノールのね、メインアリアを、これは大変なアリアなんですよね、最初で最後のつもりで引き受けた、いやいやいや、はい、ステージですね、2018年です。いやちょっと時間がないのでね、全部見ていただけないんですが、YouTube でね、拾っていただけるとご覧いただけますので、はい、ぜひ見てください。はい、あとちょこっとだけじゃご案内をこの後にさせていただきます。私の方なんですが、調布市の医師会が公演でやらせていただきます。健康歌声サロン、今月は25日のお開催になります。よろしくお願いします。そして次が、はい、これ私のサロンのラブラボーチェの歌い手さんたちによるチャペルコンサート、今回は23名の方が、44曲ですかね、歌っていただきます。入場無料ですのでぜひお越しください。はい、そして、はい、これは、ライフステージメンタル音楽家協会というところの、まあ、私の方の主催なんですけれども、メンタルコンサートですね、今回もたくさんの方が、メンタリストとしての資格を取られました。お話と歌とお聞きいただきたいと思います。はい、そして、はい、これは私もジョーさんもですね、行くんですけれども、来月11月の20日、はい、熊本の方で、開催いたしますミニコンサート、ぜひお越しください。はい、それからですね、12月8日日本武道館の方でも歌わせていただきます梶浦由紀さんのライブになります。鬼滅の刃の、ね、作曲家ですね。で、侍のコンサートが12月15日と続いております。そしてドンデル、来年の6月の15、16、ぜひお越しください。はい、盛りだくさんになりましたけども、はい、はい、今日もお聞きいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。りょうさん、今日はありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。